立派なオンラインになったけどもどうも体の一部分で何か足らん部分があるんだとあんたもそうかと実はわしもどうも体の一部分を見るとどうもどうも余っとる部分があるんだとお互いその余っとる部分と足りない部分をくっつけるのはどうやろうということでねつまりまあまあ多分セックスのことだと思うんですがはい皆さんこんにちは百田直樹の「審判日本航機」ですさて、今回は 邪馬台国の続きなんですがこの邪馬台国は後の大和政権になったかどうかこれが微妙なんですね学会の定説はですね大異国は近畿地方にあっったんじゃないかと言ってますでそうするとね私は疑問に思うのがなぜ近畿地方に邪馬台国があったとするならばどうして古事記とか日本書紀に邪馬台国の人が全く書かれてないのか。 卑弥呼のことを全く書かれてないです。大和帝国は近畿地方でそんな大きな国だったとするならば。当然、後の大和政権に、それが引き継がれてたと思うんですね。とは一切、それが書いてない。まあ、ここにね、私ちょっと謎なんですが。さて。この辺からですね。今度はいよいよ。古事記と日本書紀の話に移ろうと思います。日本で最初のさんこれが。イザナギの御コです。これは男です。女性がイザナミの御コ この二人がニオレットを作りました。まあニオレットなくて、ね、いろんな神様をどんどん作るんですが、いろんなシモを作るんですが、ニオレットに非常に面白い話が載ってます。イザナギのミコトとイザナミのミコトがですね、まあ出会うんですが、この時にですね、これね生めか物表現があります。まあイザナミのミコトがですね、えー、私はもう十分立派な女になったけども、どうも体の一部分でなんか足らん部分があるんだと。 まあででてる部分があるだからこのイザラゲの見方もですねあそうかとあんたもそうかと実はわしもどうも体の一部を見るとどうもどうも余っとる部分があるんだとあお互いその余っとる部分と足りない部分をくっつけるのはどうやろうということでねつまりまあまあ多分セックスのことだと思うんですがこんな表現してるわけですね足らん部分と余った部分を合わせてみようということでよし早速やろうということで やりりままししょうってことになりましたこう柱をぐるっと回って二人が出会うわけですがでこの時にですねこのイザラミの言うが「いやー素敵なお兄さん男前やんか」とほらこのイザラミも「いやいやお姉さんこそなかなかべっぴんですわ」じゃあやりましょうかということでまあ2人はセックスするわけですがでできた子どもがですねちょっとまあ にはっきり書いてませんが、まあ、一種の障害者みたいな形の子供もができるわけですね手足がないと「まあ、ひること」をいうように書かれてますがで結局これはどうも育たないだろうということで、まあ、船に乗せて流してしまうともう一回やり直そうということで再びまたこう柱をぐるっと回って。 でまたイザラエイも「いやもう素敵なお兄さん男ばやん」とか言って「いやほなイザらエイも「いやいやお姉さんこそなかなかべっぴんさんですやん」とか言って「やりましょうか」って言ってまあ2人がやりますそれでもまたちゃんとした子供はができなかったみたいなこと書いてますねこれはおかしいなんでやろうとまい、あ、ったなということでその2人がですね、まあ、天の神さんのとこ行ってどうもなかなかうまくいかないやとこれ、まあ天の神さんの話聞いてですねあんたの2人 女の方かから声かけてやろうとそらあかんわとこういうのは男が声かけなあかんのやってあっそうでしたかということでじゃあやり直そうということで、まあ、再びこう柱を回ってパッて出会ったほんでこの男はいやお姉さんいい女でな」ってほんないざらみの方も「いやお兄さんこそめっちゃいい男やんかってやりましょうか」ということで、まあ、やってちゃんとした子供ができましたと。 まあこうして次々に日本列島が生まれていくんですかねまた別の話によりますとまあ日本書紀にも同じあるんですがまあ最初にやっぱ同じようにイザナミの見事が出会った時にいやお兄さん男前やんとかでいやいやとその時にイザナミの方で、ね、いやいやこれあかんからとわしが声かけなかけあかんのに女の方から声かけなあかんからみたいなことをそういう話もちゃんと載ってますでつまりこれどういうことかと言いますとね、どうもね女性の方から 声をかけるるべきじゃななないいんだととううような教訓がねまあ今の話から伺えるなとつまりまあ大和なでしこと言いますか日本女性の奥ゆかしさがねすでに日本初期に書かれているんじゃないかとつまり女からそんな行くもんじゃないと男が声をかけて愛が成就するんだという,うなもう日本初期の一番最初の日本列島ができる前にですね、まあ、そういう話がなんか書かれているような気がします。でさて まあそうしてですね、まあ二人が次々でいろんな神さんとか子供を産んでいきます。ところがイザナミのミ事はですね、まあいろんな神さんを産んでいくんですが、最後に火の神を産むわけです。いや、日の神、まあ炎ですね、ファイヤーです。その火の神をやっぱり自分のお腹の中か,から産み出すもんですから、その時ですね、まあ燃えてますからね、燃えながら生まれてきたということで、このイザナミはですね、自分で産みながら自分で火だるまになって焼け死んで死んでしまうわけですよ。 でまあ、亡くなったイザナミはですね読みの国へ行くでまあ残ったイザナギはですね非常に悲しいんだともう一回会いたいとあのもう一回会いたいあの愛する女にもう一回会いたいと,ということでなんとイザナギはですねそこで真っ暗な中でねこう二人喋ってるいやもう私を見ないでくださいっていや分かった言いながらね、えー、ところがこのイザナギはですねこう櫛を持っててその櫛の刃をポコって一本折ってそこに火をつけて。 その暗い波の中でその見たらあかんって言われてるのにピャって見たらしいんですねほなら見たらなんともう伊ナミの御事はですねもう生きてる時には非常に美しい女やったと思いますがもう肉はただれて死んでますからねもう体中にうじが湧いてすっごい醜い姿でうわーっと伊佐波がびっくりするわけですほなもう伊ナミはですね見たなと私のこの醜い 顔を見たらと私の身に醜い体を見たらと、もう耐えられんと、許せん言ってこうて、追いかけてくるわけですよ。もうお前、許さない。ほんなういざなぎは、ですね、金してくれって必死だって逃げるんですよ。ほんな追いかけて追いかけて追いかけてね。もう許してくれって逃げ逃げるんですから、もうさとり、まあえず、地獄の鬼たちもですね、一緒になって追いかけてくる。 そもういざらぎはもういろんなもの投げつけてね投げてほんならもうそれがブドウになったりしてでその鬼がブドウを食べとられてまた逃げたりねで最後はその,その,桃,の木桃の木の桃を投げつけてねでそれで最後やっつけたでその読みの国から今のその現世の国にですね入ってくる入り口をその大きな岩でガッと塞いでなんとか助かったという話であります。でここで面白いののな、ね、なぜ桃なのかと なん,でなんで桃の実を投げたかかよくわりません、はい、桃には何か霊力あるんでしょうかねただ面白いのは最後鬼がやってきて桃の実を投げてやってやっつけたこの話がね後の桃太郎伝説になったんかなと思いますはい <laughs> なんとなくね、はい、まあそれはわかりませんけどねでと,とにかくそこでイザナギは「もうお前とはもうお別れだ」と「もうお前とはお芝居」って言います。 ちょっとね、残酷な話ですけどほなもうイザナミはですねもう岩の向こうでもう悔しいと「だ愛するあんた愛せたあんたがそんなことするんやったら私も覚悟があるともう今からお前とこの国の人間を一日に1,000人ずつ殺してやるう」って言うんです1,000人ずつ言ってお前とこの国の人間を一日1,000人ずつ殺してやるんだってイザナミは言うわけですほなこのイザナミはですね「分かった愛する愛する人よそんなこと言うんやったら」 わしはこの国で一時千五百にずうんでやろうってね、はい、まあ千五百に産んで千人にかれるからまあいつでも五百に増えていきますよね、まあそんな話が日本食記の最初に載ってます。これはどういう話かよくわかりませんけどね。ただね面白いのはギリシャ神話にも同じような話あるんです。 そのオルフェオとエウリ・ディーチェってね二人すごい愛し合ってるオルフェオっていうのはもう音楽の神様と言われてますからねそのオルフェオはですね死んだエウリ・ディーチェエウリ・ディーチェが死にます愛する女が死んでそしてその地獄までこう彼は取り返しに行きますでエウリ・ディーチェ帰ってくれ帰ってくれってこれもうその地獄の王さんがですね「分かったそこまでいるんだったらもうエウリ・ディーチェをもう返してやるわ」でこれからもうずーっとほんもう一回その現世に戻れと言って。 でその時に約束約束後ろに言います絶対に現社会に戻るまでの間に後ろにおるエウルディーチェを見てはいけないと絶対に振り返るなって言うんですよ分かった約束守りますでまあ一生懸命地獄の地獄からですね一生懸命後ろにエウルディーチェを死んだエウルディーチェを一人で行きながらずっとオルフェはもう行くんですがところは 一切喋らないんですね後ろほんまに後ろおるんやのかほんまに後ろついてきてるんやのか心配で心配でたまらないのかった。もういよいよもうちょっとで、ね、地獄のとこから抜けてる原生に帰れるときにほんまに後ろおるんかなもしかしたらおられるんじゃかってパッて振り向いちゃうんですよその瞬間にエウルディーチは消えてしまうんです約束を守らなかった振り返ってしまったんですね、えー、まあそれはギリシャ神話になるんですが党の要材にね二つやっぱりこういう 死んだものを取り返しに行くために地獄まで降りていって何とか取り返しに行こうという話がねギリシャ神話にも日本神話にもあるということは面白いなと思うんですよ。で両方ともうまくいかないんです。一つはね振り返ってあげないっうに振り返ってしまってその瞬間にもう書きき入れてしまう。もう一つはですね私を見んといて言うてるのに、うん、火を灯してパッて見たらギャー言うてこんな状況で、ね、追いかけられる。つまりね二つとも幸せなようになってないんです。 死んだものをいつまでも忘れないであるいはその死んだものに取りつかれてはいけないという教訓かなとなんととく思いますで今はねなかなかまあ平和な時代ですけど昔はね人間ってのは簡単に死んだんだです医療もない薬もないそれから栄養状態はすごく悪いでも怪我してもすぐ死んでしまうからねつまりそういうふうに昔は死というのがすでに身近にあった。ですからね 死んだ時では悲しいでもその悲しみを乗り越えて新しい人生を生きていけというねまあこういう教訓があるかなとまあなんとなくふっと思います。よかったら、えー、YouTube チャンネル登録してください。それでは。